おはようございます。今日はね、6月8日11時11分27日です。なんとね、トータルリターン今年の分が574万2533円になりました。まあ、史上最高はあんま触ってないんですけど、全然ね、買ったり売ったりもあんまりしてないんですけど、まあ一応500万、ね、超えたってことで、まあ月にだいたい100万円くらいですね、儲かってます。いや、今年はね、順調ですな。皆さんもそうだと思うけど、あとは、これね、これ見方をね、やっぱね、間違えててるみたいなので、今度ね、SBI に電話でもして確認しようと思ってるんですが、これね、評価額が556万1204円。おかしいんですよね、これ数値がね。この辺もね。だって、累計買い付け額が532万しか買ってないんですよ。欲しいもんね。で、売った金額が、前年末評価金額だから半分以上売ってるんですよね。うん、そういうわけでトータルリターンが57万4000。これね、多分投資信託の分しか出てないんじゃないかな。詳しい人なんかまあいないと思うから、SBI 証券にね、電話して確認しようと思ってます。うん、だから今年はね、外国株式とかもやってるので、 FX とかね、出てんのかなと思ってたんですけど、ってことはもしかしてさ、これ確定申告ってこっちの数字も出す、これそうか、トータルリターンだから確定申告の金額とはまあ関係ないんだけど、そういうことかね。うん、むずい。一応ね、見ていきましょうかね。まずはですね、ポートフォリオ見ましょう。ちょっとね、今日下がってるみたいで、これね、半対中国語から日本語になんか変化されてるんだけどね。取引、あっぶね、落とすとこでした。これがね、個別株の外国の S&P とかダウとかナスダックとか、ナスダックとかなんですよ。でもこれ買ったのはね、売買がね、簡単かなと思って買ってはみたのですが、これね、アメリカの方の外国株みたいに自動購入ができないんですよね。だから買い時を逃して売るだけ売っちゃうので、所有株がね、全然たまんないんですよね。これほら、ことごとくね、2万円とか1万9000円とかっていう形で、まあとにかく売ってるだけっていう感じで、買い時もよくわかんないから、これで安い時に、ね、買おうと思ってるんですけど、安い時って毎日買いたいんですけど、面倒くさくて、あ、まあ基本掘ってますね。よっぽど安いなと思ったら買うかもしれないんですけど、でもそんな大量に買うわけじゃないんでね。で、これが、投資信託だからね、この投資信託のさっきの金額ですね、含み損益、これね、含み損益なんです。評価552万でしょ、551万6千円だ、さっきの金額ぐらいなんですよね。で、投資信、あ、でも評価額がもうそんなにしかない、売っちゃったのか、この辺ですね。あ、もうみんな売っちゃって売っちゃって売っちゃってなんで、これでね、多いのがちょっとまだなんだ、ナスダックレバレッジナスダック100がね、まだちょっとあるの、これも230万です。これもまだ売っちゃうことになると思うんですけど、あとは
まあちょっと売っちゃうかもな。でまあまた買い戻します。以上です。あ、以上ですよね。あとマーケット見ますかね。マーケットがダウ、ナスダック、トピックス、日経平均、まあこんなもんですね。はい、で日円が、日円じゃない、ドル円がまあこんな感じです。140、また140までいったのか、いきそうなのか。あ、違う、いってんだ、すごいね。だからあれですよ、今がわかんないけどチャンスですよ、何かしらのね。じゃあそれではおやすみ。眠くなってきた。今日お客さん来るからね、まだ稼げなきゃいけないんだ、寝れないんだよね。じゃあバイちゃん、どうやってんだっけ。